こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は、借り入れの仕方。ね、仕入れ資金を増やすのに、借り入れをして資金を増やす。まあ、これが一番ね、簡単な方法なんですけど、まあ、そのやり方について、まあ、メジャーな借り入れ先としてですね、昔、国金と言われてたとこ、今、日本政策金融公庫というところの、貸し出しのご紹介をします。まず、物販ビジネスは資金が多いほど稼ぎやすいです。まあね、ただし、まあ、販売して儲かる商品が見つけられない場合は、損する商品をバンバン見つけてる人ね、資金増えると損が増えますんで、その点は注意してください。まあ、ただ、転売アカデミーで私がサポートさせていただいている限りにおいては、まあ、儲かる商品はね、見つけられるように、スキルを身につけていただいてますし、儲かる商品が見つかるまで、とことん個別でサポートしてるんでご安心ください。で、まあ、無理なく楽に稼げてる人の傾向として、まあ、資金が多いというのがあります。もうこれはね、物販、まあ、転売ビジネスは資金が多い方が稼ぎやすいです。まあ、例えば100万円でね、月30万儲けようとした場合には、30万、30、利益率30%の商品を、全部売り切んなきゃいけないと。これはかなり難易度が高いですね。ただ、仕入れ資金が300万あればね、利益率30%で限定品を購入して、まあ、3ヶ月かかって、売ってもいいですし、まあ、3ヶ月でね、90万儲かりますんで、割る3で30万ですよね。あるいは、30%の商品でね、回転がいいの見つからなかったり、あるいは円高進んで利益率ね、落ちてきちゃったといった場合には、利益率を15%まで落としても、同じ30万稼げると。まあ、これがね、さらに1000万、2000万になったら、もっともっと稼ぎやすい利益率を落とす方法もありますし、まあ、量が増えればね、輸送コストを下げるということも可能でしょうし、まあ、人によって方法それぞれですけど、何しろ、目利き力があれば、まあ、次に資金力があった方が稼ぎやすい。まあ、人を雇ったりするのも一つの手ですけど、それよりも私は、資金力を増やして、商品をね、寝かして売るとか高額品を扱うって方向に行った方が、まあ、ストレスなく稼げる、んじゃないかなと思います。で、その、まあ、借り入れ方法なんですけど、まあ、いきなりね、都市銀行行ったら全く相手にされません。で、初めに借りる、とことしておすすめなのは、日本政策金融公庫。なぜならこれは、ね、そういう創業者とかね、銀行が相手にしない、中小企業、零細企業、個人事業の方に、お金を貸すための銀行として作られてます。で、まあね、地域の人、中小企業にお金を貸すとことしちゃ、まあ、信用金庫等もあるんですけど、その辺の小さな金融機関はですね、地域とかね、担当によって対応がまちまちなんで、こうやれば借りられるという対策は、初心者の方には結構立てにくいところがあります。ところが、日本政策金融公庫はね、同じ銀行で同じ教育を受けた人が、貸すための銀行というね、立場で判断してきますんで、コツが分かれば、簡単に借り入れできます。で、その借入金利もね、非常に低いです。基準金利が2.25%。ね。これ、不動産担保利率はさらに1%低くなるんですけど、まあ、担保入れて1%しか変わんないんだったら、もう基準金利で借りちゃった方がいいです。300万借りて、月に払う金利がね、5625円。これね、アマゾンの口座がサスペンドされちゃったとかね、あ、寝かしときゃ儲かる商品が見つかんのになとか、いうのをいろいろ考えたら、とりあえず余裕を持って、困った時に借りるんじゃなくてですね、借りて余裕資金として持ってるという方が全然、借り入れに抵抗さえなければ、稼ぎやすいです。で、実際やることはですね、この創業計画書というのがありまして、それを書いて持ってって、あとはね、借入申込書を書いて借りると。ね、普通の銀行の融資なんかに比べると、あっけないほど簡単です。住宅ローンとかやった方はね、すごいいっぱいいろんな書類を出したり、ハンコたくさんついたりした経験ある方いると思うんですけど、そんな大変なことを全然しないです。まあ、私が借りた感想で言うと、まあ、クレジットカードの申し込みとですね、ほぼ書類的には変わらない。あとは何をどう喋るかと。ね、いう問題ですね。その辺が結構重要だったりします。で、この創業融資のね、
創業計画書、その書き方のコツ、あとね、喋り方のコツなんかの動画を、作りましたんで、借り入れしてみたいなという方はね、それご覧になってまたご質問ください。そのコツに基づいて、記入して面談していただいた方は、100%借り入れ成功してます。減額等なしで借り入れできちゃってます。で、借り入れの手続きはね、この流れになります。面談して、で、融資が実行されると。ね、面談して融資が実行される。で、それだけかいって感じなんですけど、本当、そんなもんなんですね。で、自力で、まあ、テーブルアカデミーのね、会員さんじゃなくて、まず自力で借り入れするとか、なんか参考の資料ということでは、この創業の手引きとか、いろいろ出てますんで、ご覧になって、あるいはこの窓口にね、連絡して相談に行かれるといいです。ただし、窓口に行って相談して、断られたといった場合にはね、最低でも半年間はもう、借り入れできないです。困ってるんです。借りてく、貸してくださいって言って何度も足しげく通ってもね、何もならないです。だから、まあ、初めからどうやれば借りられるというのをね、借り入れ実績のある人に聞いて、行くのが一番のおすすめ。で、転売アカデミーの会員さんは、私が借り入れしたことありますし、会員さんの借り入れた、実績聞いてますんでね、それに基づいたアドバイスをさせていただきますんで、まあ、ほぼその通りやっていただければ借り入れできているというところがあります。そんなわけで、資金を増やすと、ゆとりを持って稼げると。で、これからホリデーシーズン迎えるようになってですね、仕入れ資金は多きゃ多い方がいい。で、融資を受けるのに、この輸入ビジネス、輸出ビジネス、物販ビジネスというのは、売上の実績とね、利益というのを証拠を示しやすいんで、割とやりやすい業種です。やり方さえ間違えなければ、まあ、借り入れできますんで、自己資金を増やしたいという方はですね、この、日本政策金融公庫、借り入れに、挑戦してはいかがでしょうか。またご質問等お待ちしています。以上、天満アカデミー、堀秀夫でした。